はい、受付が済みまして今からですね、今回はこの木炭です。ここしか空いてませんでした。もうすでに他のところを埋まってしまったので、今回はこの木炭に入りたいと思います。入浴中に使います。はい、中に入っていきます。はい、小上がりがあってですね、小部屋があります。脱衣所兼ですね、こんな感じで時計がついて、冷暖房と扇風機、それと、川屋と書いてます。トイレですね、清潔感があります。これ何？衣服を入れる棚がですね、4つあります、服をかけるところもあります。アメニティです。化粧水関係ですね、乳液関係、綿棒とドライヤー、ティッシュ、コットン的なやつもあります。シャンプー、リンス、コンディショナー、石鹸もあります。シャワーと蛇口ですね。で、中に入ってきます。露天ですね。露天のこれはいいっすね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。